アイアランドによるシェイクスピアの署名の岩作物、およそ1795年アイアランド岩作事件は1790年代にロンドンで起こったウィリアム・シェイクスピアの岩作事件である。ウィリアム・ヘンリー・アイアランドにより引き起こされた。ウィリアム・ヘンリーは、製本屋で偶然知り合った人から特殊なインクを使用し、それで書かれた紙を熱することで、古い文書の出現を偽装する技術を学んだ。 比較的重要度の低い二つの文章を試作した後、ウィリアム・ヘンリーは、シェイクスピアの何らかの署名を編み出すことに着手した。彼の法律事務所での仕事は、エリザベス一世とジェームズ一世時代の要飛し、小書類へアクセスする機会を与えた。そのため彼は1794年12月、この要飛紙小書のうちの一部を切り取った後特殊なインクで書き込み、 その紙をろうそくで熱することで願造を行った。その結果として、一方では、シェイクスピアと同僚俳優、ジョン・ヘミングズとの間の、他方では、ミカエル・フレーザーとフレーザーの妻との間の担保証券を絶造した。彼はそのテキストや署名を、マローン版のシェイクスピア全集に印刷された1612年の本物の担保証券の副写からコピーした。若いアイアランドは、 古い証書から引き剥がした封印を偽物に貼り付け、12月16日にその偽造文書を父サミュエル・アイアランドに差し出した。サミュエルはそれを本物として受け取り、翌日文章院にそれを持参すると、その偽造文書は本物として認められた。ウィリアム・ヘンリーはどこでこの証書を発見したのかと聞かれると、ミスター・エイチと呼んでいる偶然知り合った。 匿名希望の人が所有していた古いトランクでこれを発見し、惜しげもなくくれたのだと答えた。若き発見者は、例のトランクにはまだ他の文書が眠っている可能性があることを示唆し、すぐに、シェイクスピアからヘミングズへの約束手形で追い打ちをかけた。この約束手形は18世紀のうちに見つかったこの種のものとしては、唯一のものになるはずだった。 ウィリアム・ヘンリーは次なる発見に関して単なる岩作からオリジナル作品へと移行していった。ウィリアム・ヘンリーはどうやら研究ではなく偶然であった父親の友人の話からシェイクスピアのパトロンであった第三代サウサンプトン博ヘンリー・リズリーについて学んでいたらしく、彼はシェイクスピアとリズリーの間で交わされた文通を偽造することに決め、最もらしい手紙を書き上げた。 ウィリアム・ヘンリーは、両方の手紙が、どのように同一のコレクションになるのかを説明するため、シェイクスピアのものは、彼が送った、写しの手紙であると注釈を書いた。サミュエルと彼の友人は、伯爵の筆跡は褒めなかったものの、その手紙の文体は称賛した。伯爵の手書き文書が実在することを知らなかった、ウィリアム・ヘンリーは、サウサンプトン伯の返事を左手で書いた。 Mr.H の所有する表向きには奇跡の筆とされていたものから文書は次から次へとやってきた。シェイクスピアの進行宣言書は彼がプロテスタントであったことを証明し、同僚俳優リチャード・カウリーへの手紙は彼が完璧に性格の良い男であったことを示し、エリザベス一世からの手紙は彼が国で最も影響力のあった人々のお気に入りであった。 ことを明らかにした。カウリーへの手紙に同封された彼の自画像は、彼が計り知れない、ユーモアのセンスを持った、悲惨な画家であったことを示した。その手紙には、気まぐれな空想だと描写され、これは、本当に気まぐれなもので、マーティンドルーシャウトが、シェイクスピアの死から7年後に作った版画から来た、彼自身によって書かれた我々詩人のみじめな、デッサンであった。また、 劇場の受領書、契約書、彼の将来の妻アンハサウェイに向けて書かれた手紙や詩、そして詩人である、シェイクスピア自身によって、実際に余白に注釈が書き込まれた所在の本なども、あった。しかし最も興味深かったものは、印刷のために用意された、リア王の原稿、数枚の、ハムレットの原稿、以前には知られていなかった二つの戯曲、ボーティガン,ント、ロイーナ、 ヘンリー2世であった。発見された時から、サミュエルは、その所有物を見せるために友人を招待していた。1794年12月20日、フレデリック・エデンは、フレイザーの契約書類に貼られた風浪を調査するためにやってきた。フレデリック・エデンは、その風浪には槍をつく練習に使われる装置である、槍的が描かれていると知らせ、それはシェイクスピアが、 自身の名前のシャレとして使用していたものであると結論付けた。しかしサミュエルは1795年2月文学者に対し自宅に来てこれらを調査してほしいという一般向けの招待を出した。すると展示会は大盛況となった。サミュエルによる信仰宣言書の朗読を聞いていたサミュエル・パールとジョゼフ・ウォートンはその文書は英国内の どの天礼式文よりも優れていると宣言し、ジェームズ・ボズウェルはこれらの異物にキスをするためにひざまずいた。スコットランドの古物研究家、ジョージ・チャルマーズと教育学者、リチャード・バルペイは頻繁に訪問し、編集者、ジェームズ・ボーデン、作家ハーバート・クロフト、そしてとりわけ警官詩人ヘンリー・ジェームズ・パイは、公にこれらの文書の申請性を信じていると証言した。 レスター博が書いただろうとされる文書の日付が1590年となっているのに対し、その貴族は1588年に亡くなっていることに、用心深い訪問者が注目したことによって、とある引っかかりが生まれるようになった。サミュエルが息子に対してこの情報を突きつけたとき、ウィリアム・ヘンリーはその文書を燃やしてしまうことを望んだ。ものの、サミュエルはそれを燃やすことに躊躇した。 ウィリアム・ヘンリーは文書は後になってから間違った日付が書き込まれてしまったのだろうと主張し、二人は日付の部分を切り取ってしまうことで合意した。その品は日付が切り取られた状態で展示され、後にそのままの状態で印刷された。少なくとも二名の学者、古物研究家、ジョゼフ・リットソンと古典学者、リチャード・ポソンは、これらの文書は正確にも贋作であると考えており、 編集者、ヘンリー・ベイト・ダドリーは早くも1795年2月17日には、風刺文で攻撃を開始していた。サミュエルが、当時最も偉大だった2名のシェイクスピア学者、エドモンド・マローンとジョージ・スティーブンズを、文書の調査に招待していなかったことから、民衆の間では、疑念が生じていた。とある文筆家は、ファーマー博士、スティーブンズ氏、もしくは、マローン氏に、 これらの驚異的な文章が本物だとみなされれば民衆は間違いなくそれを知って満足しただろう。こうした人々は文学の世界で評判が高いので折り紙付きということになると書いていた。サミュエルは後に彼がマローンの閲覧により与えられるであろうをお墨付きについては異なる意見だったと述べた。それにもかかわらずサミュエルはリチャード・ファーマーに文章を閲覧してもらえるように試み、 それは失敗に終わった。民衆の興奮をかき立てた展示会は1年以上続いた。11月7日、サミュエルとその息子はクラレンスコー・ウィリアムとジョーダン夫人のいるセント・ジェームズ宮殿まで文書を持参し、12月30日にはカールトンハウスのウェールズ校常時にそれを提出した。サミュエルは年4月4日に文書を出版することを告し、 その年の12月に本を出版した。ウィリアム・ヘンリーはその動きにひどく反対したが、彼の父は耳を貸さなかった。収録物は、新興宣言書、エリザベス女王からの手紙、ディア王や、ヘンリー二世、ボーティガント・ローギーナの原稿であったが、原稿の余白にあった書き込みは除外された。書籍の出版から間もなく、本物のシェイクスピアの署名を発見していた、サミュエルの仲間、 オルバニー・ウリスは驚くべき新たな発見物を持ってきた。彼は本物のジョン・ヘミングズの署名を見つけたのだが、それは当然ながら、ウィリアム・ヘンリーが作り上げたものとは似ても似つかなかった。しかしウィリアム・ヘンリーがこの問題を聞いたとき、彼はすぐに本物に似せたヘミングズの署名を作った。当時、同じ時期にジョン・ヘミングズという名前の俳優が2名おり、 そのため署名は似ていなかったようだとウィリアム・ヘンリーは説明した。書籍はあまりよく受け入れられなかった。最初の反応はジェームズ・ボーデンのジョージ・スティーブンスへの手紙だった。ボーデンはリア王の原稿に集中し、もし総攻がシェイクスピアのオリジナルであるならば刊行された版は役者による変更を経ているはずであり、シェイクスピアは下手な詩人で役者が素晴らしかったという。 ことになるだろうと述べ、また綴りの問題も標的にした。サミュエルの友人や賛同者は返答に追われた。フィリリーシースという名で執筆をしていたフランシス・ウェブ大佐は、これらの文書の紙は古いため、シェイクスピアの時代にあったに違いなく、贋作が可能である理由はないはずであることから、これらは本物で間違いないと主張した。マシュー・ワイアットは、ボーデンが、 かつて岩作物の信者であった頃の意見とその後の内容の異なる意見とを対比することによって彼を狙い撃ちした。ウォリー・チェンバルン・オールトンは文書は大量であるため岩作などを持っての他であると断言した。オールトンはボーティガンが同時代の戯曲に活力を与えるであろうことから本物であってほしいという希望を表出した。彼は 儀局の正当性に対する聴衆の判断に注意を向けていた。強烈な打撃はすぐにやってきた。最初の一撃は、1796年3月31日に、マローンが出版した400ページ以上にも及ぶ一冊だった。マローンは、それぞれの文章には、筆跡、文体、聖書法、歴史において欠点があることを一つ一つ詳細に示すことで軟作を暴いていた。 文書の鉄字法は、シェイクスピアの時代のものでないだけでなく、どんな時代のものでもないと主張した。グローブ座が建設される以前から、グローブ座に対する言及があるなど、歴史における膨大な数の誤りを指摘し、元作者の無知をあらわにした。エリザベス女王やサウサンプトン博の筆跡は、実物とは全く似ていないと結論付けた。また元作物に見られる数々の語彙は、 シェイクスピアの時代には使われていなかった、もしくは異なる意味で使われていたと記述した。サミュエルの有罪性については、この先何年にもわたって、議論の対象のままであった。彼の息子の告白本、コンフェッションズによって、サミュエルの無罪は、大いに確かなものとなったが、一部の人たちは、納得しなかった。1859年のクレメントマンズフィールド、イングルビー。 そして1888年のジョージ・ドーソンの記述は、父には贋作の責任があり、息子の告白本は嘘の塊であるという立場を取った。しかし、1876年に大英博物館が取得したサミュエル・アイルランドの文書類は、彼が疑瞞の犯人であるよりも、むしろ被害者であったことを示す豊富な証拠をもたらし、イングルビーは1881年の論文で、 アイアランド事件に対する立場を逆転させた。1800年にサミュエル・アイアランドが指揮をした後、ホリオ3冊分の贋作文書は、庶民院議員で、愛書家のジョン・ドック・デントに売却された。その後、数人の収集家の手を経て、メアリ・モーリー・クラボ・ハイドとその夫、ドナルド・ハイドに渡った。彼女は、ハーバード大学のホートン図書館に、これを依存した。 イギリスの作家ピーター・クロイドは、アイアランド事件を題材とした、架空の話を、小説、ザラムズ・オブ・ロンドンにまとめ、チャトー・ウィンディス社から2004年に出版した。同年、英国放送協会の BBC ラジオ4は、この事件を取り上げたマーティン・ウェイドによる、朗読劇、アナザー・シェイクスピアを放送した。イン・ザ・ホローイング・ DNB、ラ・ファース・ツー、シュドニー・リー、サミュエル・アイルランド・イン、 ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィーロンドン1892ボリューム29ピアニッシモ3136ありがとうございます。